最後にオチでみこち、はい、みこさん、え、本当にどうなの、どうなの、みこち、みこちまず可愛い系とガチ系と2つ送られてきてて、ガチ選ぶよ、ガチ系、可愛い系、歌の収録の時に収録スタッフさんに差し入れしたお菓子のお土産をほとんどみこさんに食べられた。食いしん坊かわいいな。食いしん坊だな。みこさんも食いしん坊じゃないですか。ぽいぽいぽい。しかもみこちは収録スタッフさん用のお菓子をなぜかみこちが全部食べてるっていう。なんで？二重層です。で、あと、いや、美味しかったんだよ、すごく、美味しかったのよ。スタジオにアメちゃんがあると機嫌が良くなるって感じ。可愛い。そんなに、アメをね、そうだっけ、赤ちゃんじゃん。知らないんだけど、ね、そんなの。赤ちゃんじゃん。それは知らないのもね。で、あと、ガチ系。ガチ系、まず怖い。ちょっと待って、ガチ系何？ガチ系なんだ？ファンへのサインがあまりにも書き終わらず、書き終わったサインの郵送作業をみこさんの家族に手伝ってもらったこともあります。ねえ、はい、次回からサインは書き終わるまで事務所監禁する予定。ええー、みこで家で書きたいって言って、うんうん、お前マジで気をつけんと、お前監禁されるぞ次。マジで、いや、マジこれはもう確定でね、決まってるの、もうね、すぐ押さえますって。あ、もうそうなんですね。もう書き終わるまで帰れませんよ、ね、帰れない。それはさ、あれじゃん、もうさ、あの小説家みたいにさ、うん、あれすればいいじゃん、ホテルとか撮ってもらってさ。あ、そうだね、書き終わるまで帰れない、完全におこもり生活。うん、いいじゃん、いいじゃん。多分そこ、多分、いや、でも事務所だと思うわ。何もない、誘惑がない。床で寝ないといけない、床で、そうです、一緒に寝ましょう。意外と寝れます、これはガチだな。いやいや、その前に書き終わりを期限内に、みこち。もうね、もう宿題、もう夏休みの宿題みたいになっちゃって、どんどんで、結局はね、わかる、お母ちゃんね、わかる、わかる、わかる、はい、じゃあね、ぜひ送ってーつってね、こういうことを踏まえながらさらにね、より良いアイドルにね、成長していけるように頑張りましょうね、皆さん。